皆さんおはようございます。2021年8月の9日月曜日、衆議院議員の原口和弘です。朝のご挨拶 A です。ごきげんよう。台風9号が通り去っていきました。中国地方とても心配です。でこの後ですね、またさらに発達をするということも考えられますんで、特に広島ですね、上陸をしたということで、毎年この土砂災害にも見舞われている広島の皆さん、野村幸次郎さんはじめ皆さん、本当にどうされてるか心配です。もう夜からずっと氾濫情報とか、危険情報を流し続けてきましたけども、ちょっと今回の台風、この日本にいっぺんに来る来方もですね、それからコースもちょっとやっぱり気候が そもそもが変わったっていう感じがしますね。だから お分かりになりますか、この風。佐賀もですね、ちょっとかなり厳しかったですけど、南の方を九州の通って、この後も北部九州も雨が降るということで、朝から佐太郎ですね、あれは詐欺のあれがずっと鳴いてて、餌を食べてるんでしょうね。いや、こういうなんかこう台風とか来ると寄ってくるんですよね。なんかあれも不安なのかもわからんですね。知った人の顔を見に来るっていうわけじゃないんでしょうけど、まだ雨が降ってますもんね。で今日は8月9日長崎原爆の日ですね。まあ私のことであれですけど、トラウマとなった長崎原爆、被爆者の方がたくさんおられたからですね、この佐賀にも。お隣なんで、私の父も佐世保で生まれていますから、いろんな話を父はしませんでしたけど、父の関係の人もですね、してました。人をこう人でなくしてしまうような、もうむちゃくちゃなエネルギー、あれをですね、人の頭の上に落とせるものはやはり悪魔ですよ。悪魔だと思います。で自身もですね、原爆病に、原爆病っていう言葉じゃないですね、被爆に侵されながら、長井博士ですね、如古堂っていうところへ行くと、もう本当になんていうかな、長井博士の、まあ、妻、白い骨となってですね、原爆によって、で如古堂に残された長井博士の言葉を、あの詩をですね、私も毎回毎年、まあ、本の中にも、平和っていう本の中にも如古堂について記した部分がありますけども、思い起こしてですね、いや心に刻んで帰やよ、たった一人になっても戦争には反対してくれ、また戦争も必要だっていう人が出てくる、でも絶対に反対してくれ、そういう長井博士の祈りがですね、今にも続くと、ことを
願います。まあしかし五輪が閉幕して、そしてまあパラリンピックがスタートするわけですけど、この五輪は本当につらかったですね。私は小さい頃からずっと五輪に縁があって、まあ一番は松平全日本の玉拾いですね。すっごく私の人生を変えてくれた、世界一になった金メダルチームの松平全日本。もう小さくて小さくて、とてもバレーボールなんか向かない、サッカーと野球に戻ろうと思ってた時に、森田先生がですね、私の頭を撫でて、ちびちゃん、君もバレーボールやってるんだね。ちびちゃん、肘までもしネットから出たら君もエースになることができるんだよっておっしゃってくださったんですね。あの時の松平全日本の練習量はすごいですよ。もうスパイクがそのうなりを上げて飛んでくると逃げたくなるような、そういうスパイクでしたね。2メーター近い大男が、市村記念体育館って今言いますけど、当時は県の体育館、そこで合宿をしてですね、私の先生の山田先生が私たちを、その確か副監督の中野先生が白石のご出身で、そのご縁で私たちはずっとあの年五輪のトップに向かう松平全日本の玉拾いをするんですね。でもすごいなと思います。私たちのようなどこの誰かも知らない、しかももうなんていうか血へどを吐くような激しいトレーニングの中で、ちびちゃんって言ってくださった、あれ大事になった時に、あのちびちゃんが原口さんだったんだって言うんで、松平監督と森田先生が大臣室まで来てくださった時に、どんなに嬉しかったことか、うん、もう涙が溢れました。ちょうど山田先生が闘病されてた時で、もう山田先生、厳しいって聞いてたんですけど、松平監督と森田先生に言って、電話をしていただいて、手紙を書いていただいて、今も山田先生は復活されてますけど、本当に、なんていうかな、あの時のことを思い出せって、世界一を目指した、僕らは日本一を目指してたんですけど、そういう自分から見ても今回の五輪は本当につらかった。今までずっと応援してきたけど、もうこの五輪の汚さ、金券五輪、テレビで言うと TBS ですね、報道特集、あそこで流されたこと、ひどいですね。1日35万ですか。よくぞやってくれますね。なんかボランティアの人たちには、食事もまともにいかないのに、何万食って捨ててるんですね。金メダルの時に、その、空港とかで、アナウンサーの声がこう絶叫で、ああ勝ったんだって思う裏腹にすごく尖って聞こえるんですよね。なんでこんな尖って聞こえるんだろう、いやもう聞いてられないって思うんですよね。大切な友達の顔を、亡くなった友達の顔が浮かんじゃうんですよね。で、もう医療崩壊するってあれほど言っていて、7000人も、いや何人医療従事者を割くんですかって、あれでも言いましたよね。野党合同ヒアリングで。言えませんって。
ても7000人ぐらいだったんですね。で、結果、もう医療崩壊を起こして、みんなが不安になって、家で亡くなって、申し訳なくて、この時代に国会議員でいることがものすごく申し訳なくて、なんか本当にどうしてこうするんですかね。日本を食らい尽くして国民の命と暮らしも差し出して無機質な、なんかきらびやかな、で後で言うんでしょうね、これこそ日本だって、日本の力だって、そういうのを押し付けてくんでしょうね。ちょっともう心から怒りが湧きますね。ででももう怒りに負けちゃいかん、嘆きに負けちゃいかん、だから走り続けてですね、今日東京に来ます。正直行きたくないですね、あのこの感染の状況、やっぱりあの主治医の方がおっしゃったように、出歩くなというのが本当ですよ。だって天然痘と同じ感染力って、しかもラムダ株はずっと隠してたんでしょう。私たちがヒアリングやってる時もラムダについて、他のあのバリアントありませんかって、これね、官僚が隠してたんじゃないと思いますよ。見たらわかるでしょ、悪い意味で言ってんじゃないんですよ。官僚はね、すっごく保身がしなきゃダメなんですよ。それはそうだと思います。自分たちの仕事をやるためには自分の仕事の正当性っていうのを問われてたんではですね、国家を回せないわけだから。だから、まあ、悪い意味での保身もありますよ、ね、あの出世のためなら嘘をつく、自分たちを罪を逃れるためだったら改ざんする、そういう人も中にはいる。だけども保身、彼らの保身は自分では決めないってことです。自分に責任、自分だけが責任来ないっていうことを必ず考えてます。そう見えます。で、今回のラムダ株なんていうのを、黙っとくなんていうのを、それ個人でやりますかね。とてもなんか信じられないですね。今日エリックさんがあのアメリカのある州で4日でびっくりするぐらいの子供たちが感染をしたと、デルタバリアントにですね。これ本気でその感染を、うわ、セミを食べてる、あ、命のやりとりですね。セミを食べましたね。ここセミいっぱいいますもんね。ちょっと本当になんとかな、心から頑張らないかんですね。あのもう内閣支持率ボロボロですよね。あのこの五輪とワクチンで浮揚させて選挙だとやってましたが、その目論見は外れました。でもこの後ですね、顔をすげ替えて、まあ、こういうのを許してきた人たちの中からまた誰かを選ぶと、そしたら傀儡保守とそれに忖度するメディアでですね、盛り上げて、またそれで彼らが勝つなんていうことには絶対やっちゃダメですね。頑張らないかんと思います。こっち側もですね、反緊縮で早くまとめて、投票先が
15を超えてきましたから、でも15じゃね、今の現職はかろうじて勝つかもわかんないけど、劇的には増えないんですよね。そしたらまた同じ政権が続くんですよ。それは罪でしょ。頑張りたいと思います。それじゃあ、今日は本当になんか朝から暗い声ですいません。この、8月9日ね。この9日の、この何とも言えない思いですね。でも、永井博士のような、ああいう絶望のな、自分は諦めても仕方がないような状況で諦めずに、多くの方々を救った方もおられますから、その光をいただいて、今日一日頑張っていきたいと思います。それじゃあ、ごきげんよう。ありがとうございます。